みなさんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のココです。ゆずです。みなこです。はい、今日は島村に行ってきました。さあというわけで島村の、夏2022年、ブーブー、夏の購入品でございチョコか。イエーイ。はやはやチョコかい。ゆずかい。さあまず行きましょう。チョコかい。じゃじゃん。これは誰のスリッパでしょうか。妖精さん。あ、違います。ママのスリッパ。パパです。パパのスリッパ。ちょっと去年かな、一昨年、2年ぐらい前に買ったスリッパでちょっと傷んできたので、こちら新しいスリッパをパパの買いました。かわいい、かっこいい、かわいい、かわいいよね、これ。ちょっとね、ちょっと、はいはい、どう。あ、ちょっとまだ切れてないじゃん、そこ。どうですか、履き心地は。でかい。そりゃそうやで。でかいです。さあ続いていきますよ。靴でございます。靴靴じゃあママ、待って、一つずつ出します。ママのはい、次はまたお靴でございます。見て、ママパパ見て。お、どう、履き心地はどう。でかいね。でかくない。でかくない。いつも200。でも100。並んでる。なんかアトラクションみたいだったけど。どこへ行きたい。それ気をつけてね、足首ってなるからゆっくり歩いてよ。高い。じゃあ続いてもう一ついきます。スリッパです。これはね、ママのスリッパ。ライムとか翡翠とかも一緒に使えるかなと思って買ってみたんだけど、これちょっとだけ変わった。ちょっとこの生地が見た目ちょっとさ、硬そうに見えるじゃん。すごいソフトな感じの革っぽい生地で、あの親指だけこういう風に、ね、なってるスリッパなんだけど、これは、はい、はい、続いてこちらは、マスクです。これはね、まあいつもご紹介してると思います。このハラペコイモムシのね、青虫だ。ハラペコ青虫だ。これさ、私ちっちゃい頃からこの絵本大好き。レンズも大好き。英語とか好きだった。キッズ用マスクです。かわいいです。はい、じゃあ続いてまいりましょう。こちら、じゃじゃん。これは誰の。レントの靴下です。はい、レントの靴下3足セットで539円、3足セットです。ドクロとかレントだよ。はい、続いていきましょう。続いては、はい、ゆずちゃん、こゆちゃんの靴下です。かわいい猫ちゃん。これも3足セットで539円です。全部ね、ほら柄が違うんだよ。ママも履きたい。いや、ママはちょっとこれさ、履いたら猫がさ、猫がさ、なんかライブみたいになっちゃう。ビューってなって、このくらいになっちゃうよ。続いてまいります。行こうと思いますよ。いいですか。続いてはこちら、ババーン。これはですね、人気 YouTuber ソワンちゃんの、プロデュースなのかな、大きいサイズ税込み1969円。さあ、私着れるのかちょっと怪しいところではあるんです。これ誰の。似合ってる。ただですよ、このデニムのクラッシュの部分から肉が盛り上がってます。これほら、ちなみにですよ、見てて、お腹の部分はめっちゃ頑張ってる。もう鬱血すんじゃない。すっごい頑張ってるわ。さあ続いてまいりましょ
夏活躍するであろう。じゃじゃん、これはですね、このほら、かきたちゃった、なんて言うんでしょうか、アムンゼンワイド、アムンゼンワイド、税込み1089円、ゆったりしてて楽に着れるというね。じゃあ履いてみてください。これさ、片方ずつ、あ、片方ずつな感じじゃないの、片方ずつやってみて。ゆずこっち来て。メカパンじゃん。なんかさ、保育園でさ、こっち入って、あ、ゆずか、両方とも、ぴったりはい、続いていきましょう。こちらです、はい、こちらもですね、パンツです。パン、ママのパンツ、これは L サイズだったんだけど、ゴムだからいけるんじゃないかと思って強行突破してみました。なんせですよ、こっち側は普通のステントしてるんだけど、左側がちょっとプリーツになっていて、めちゃくちゃ可愛いじゃないかということで、ちょっとね、強行突破して買ってみたのは、まあ、もしダメでもね、ライムやヒスやレンジや、キララやノエル、うちには女子メンバーが控えておりますので、いっぱいいるんですそうなんです、一回着てみたいと思います。はい、着てこなすかさあ、どうですか、ちょっとお腹の部分を見せたくて、ほら、こんな感じ。ちょっともうなんか私のこのね、ごつい感じの、ごつい、ごつい太ももでプチッとプリーツが似合うよ、似合うよ、ママ。さあ、続いて私の大好きな大好きなゲーム、アモンガース。ママはこのこのゲームがとっても大好きなんですけど、このゲームのなんとですよ、キーホルダーが売っていました。そして私の大好きなこのシークレットタイプ、何が出てるかわからないという6種類ということで、これはサブチャンネルでやりたいと思いますので、後ほどご覧くださいませ。さあ、というわけで今回の、島村購入品でございますが、ほぼ、大きい子チーム、私のものが多かったんですけれども、夏大活躍になると思います。はい、では後ほどサブチャンネルの方でこちらの開封動画をしていきたいと思いますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。それでは皆さん、また